さっき言ったように、ちょっと今日はいつもとイレギュラー、いつもと違ってイレギュラーで、ちょっとなんか、さっきも言ったんですが、昨日たまたま YouTube の動画で、なんかいい音を出すにはっていうようなことがあったんで、あ、これは何だろうと思って、ちょっと見てたんですけど、まあ、これチェロなんですけど、チェロチェリストの、なんか、前田正俊さんという方がおられて、その人が、なんか、まあ、チェロについてなんですけど、まあ、いい音を出すにはどうしたらいいかっていうのを説明してて、それが結構わかりやすくて、あ、なるほどと思ったんですよね。で、まあバイオリンでもまあ一緒だろうということで、それはちょっと今日は試そうと思ってるんですね。まあこれ検索してもらえばすぐ見つかると思うんですけど、よかったら僕はよかったらでも変ですね。見たらわかると思います。見つかると思います。でまずこれはこの方が言ってたことそのまま言ってるんじゃなくて、それを自分なりに解釈したものなんで、まあ関係全然違うことも今から話すことに入ってるし、間違ってることもあるかもしれないんで、もし変だったら指摘してもらえると嬉しいんですけど、まずまあ前提として、まあ、これ多分いいんじゃないかと思うんですけど、まあ例えば強い音を出したいと思ったらどうしたらいいかというと、弓を弦に強く押し付けたら強い音が出ますね。まず一つ、つまり弓圧を高くするというふうにも言います。まあ、別の方法としては弓の速度を速くするという方法でも強い音が出ます。まあ、フォルテとフォルテッシモと出したい時にはこうするというのが、まあ、あると思うんですね。あと音色をソフトにしたい、ちょっとこれ抽象的で、ちょっと分かりにくい、僕もちょっと分かりにくいんですけど、その時どうするかというと、よく言うのは、指板寄りを引く。指板っていうのは、その、バイオリンの弦の真下に黒い長い板が置いてあるんですけど、そこに近い方を引く。まあ、てか、引く時には、その、バイオリンの駒、その、弦をピンと、バイオリンの本体から上の方に持ち上げてる、なんか小さい板のことをコマっていうんですけど、そのコマと、あとそれよりもそのネックの方に近い方にある指板、その間を大体引くんですけど、その間はまあ5センチぐらいあるんですよね。でそのどこを引いてもまあ別にいいんですけど、でも引く場所によってちょっといろいろ違いが出てくるわけですね。で指板の方を引くと音色がソフトになる。まあ、それはなぜかというと指板寄りの方が弦の張力が小さいわけですね。コマのところというのは基本的にそのコマその真上のところでは、まあ、弦がもう動かない、ほとんど振動しないわけだ。だからそこはもういくらすごく強く押しても弦はあんまりなんていうかたわまないわけです。まあそれ言い換えれば張力が強いんですね、コマの近くは。逆に指板の方はこう真ん中、弦が張ってる真ん中あたりだから指でピュンとちょっとビュッと押せば弓はすぐたわむわけですね。だからそれは張力が強いとか弱いとか。で張力が弱いということは、こうちょっと弓で弦を押しただけでも、その弦がすぐたわむ、動くわけですね。だからその、何て言うかな、弓の力がダイレクトには伝わりにくいんですね。ダイレクトにとか、ダイレクトに伝わるんだけど、ちょっと弓でちょっと押したぐらいではそんなに大きくは変化がない。逆に駒よりはそれをすぐにダイレクトに受け取ってしまう。まあだからそういう意味でおそらくその駒よりじゃない、指板よりは音色がソフトになるということだと思うんですけど、まあちょっとこれはもしかしたらなんかもうちょっといい説明とか、あるいはなんかちょっと違うとかいうのがあったら、まあすいません。まあでも一応こういう前提があるから、強い音を出したいとか、音色ソフトにしたいとか、その表現をするときにどうしたいというのが、どうこうしたいというのがあるわけですね。だから、こう、弓圧とか、弓速度とか、どこを引くかとか、そういうことは、こう引いてるときに、こう、あ、こうしたいなというのがあるわけですね。だから、その3つのパラメータを、いい音にするためのポイントって言ってるんですけど、今言った3つのパラメーターが実はうまい具合に調整しないと、調整すればいい音が出るということですね。だから弓の圧力、これ P とパラメーターで書きますか、これ
圧力、英語でプレッシャーだから P を使ってますね。あと弓速度、これは V というふうにして、これは速度はベロシティだから V とします。でもコマからの距離は、まあ、これは1はだいたいよく X を使います。この P と V と X というもの3つのパラメーターがちょうどいい関係になっているといい音になるだろうという、そういうことになるわけですね。でこの前田さんの動画から動画を、まあ、聞いててちょっとまとめたことをちょっとここに書くと、まずその一つ同じ位置で弓を引いていている場合、つまり位置を変わらない場合ですね、その X っていうのは今言ったようにそのコマからの距離っていうふうにしておきます。指板からの距離じゃなくてコマからの距離ということにしておきます。で同じ位置で同じコマからの距離の位置で引いているとき、 X を変えないときに、もし弓速度が速すぎて音が裏返るみたいな場合ですね、こうするときには弓圧を高くすればいい。ちょっとこれやってみると、どういうことかな。速いとき。これなんか、裏返らない。裏返るって裏返るんですけど、裏返らないと裏返らない。ちょっと指で押さえた方がいいかな。こんな感じか。普通に。強く弓圧を強くすればいいという、だから V 弓の速度を速くしたい、速いまま遅くしないで速くしたいのするためだ、するためには弓の圧力を増やさないといけないということですね。増やすぎるともちろんダメなんですけど、だからこれはだから V が大きいと P も大きくないといけない。つまり V と P は比例的に、比例かどうかこれ分かんないですよ。つまり P が増えると V が増えるっていうだけなんですけど、まあちょっと一番分かりやすい関係式として比例っていう、だからまあ比例的って書いてますけど、まあ比例的になると。まあそういう感じだということですね。で、次にあとなんか動画で言ってたのは、弓の圧力が高いときに音がギキッとなったらどうしたらいいかというと、例えばちょっとあれな、この辺でしょ、こんな風に、こんな風になった場合、このときにはコマの近くを引けばいい。コマのすぐ近くを引けばこうギキッとならないですね。同じ圧力で今引いてます。これを指板用に持っていくとこうなっちゃうんですね。だからこれはこれ最初の場合、ごめんなさい、弓圧が低い、これいいのか、今どっち言ってたのか分かんなくなっちゃった。まあ、まずちょっともっぺん言うと、この弓圧が低い時ですね、弓圧が低い2番の同じ速度の時で弓圧が低い時には、音が鳴ってない時には指板より低い、ちょっとよくわかんないんですけどね。ちょっとこれわからないのでこっちを飛ばします。で弓圧が高い時には今言ったように音がこうなったら、同じ圧力のままで弾くんだったら、つまり指板じゃなくてコマの近くを弾く、こうやったらちゃんと音が鳴るっていうことですね。だからこれは P が圧力が小さいなら X を大きくする、圧力が大きいなら X を小さくする、つまり今度は P と X が反比例的になるということですね。だから P が増えると X を小さくしないといけない。逆の増えると増加と減少が逆の関係なんで、まあこれも反比例かどうか分かんないですけど、まあ一番分かりやすい関係式として反比例的とか書きました。だからその表にまとめると、まず弓表はありますけども、弓の圧力 P と弓速度 V2 行目、3行目1。
これコマからの位置ですね、距離ですね。それはこういう関係にある。つまり弓圧量が小さく弱い時には弓速度はむしろ弱くしないといけないし、位置としては一番寄りにした方がいい。弓圧が強い時には弓速度は速くした方がいいし、位置は駒寄りにした方がいいと、そういう関係になる。だからこれを例えば一つの予想としては、こういう3つのパラメータの関係式の予想としては、こういう PX イコール V みたいな、まあこれイコールかどうか分かんないし、比例、まあ比例っていう、こういう予想ですよね。まあ、もちろんこれさっき言ったように、この比例とか反比例とかもそもそも仮定なんで、本当にこういう式か分かんないですけども、まあ、これ似ている関係式としては、この高校の物理で勉強したと思うんですけど、この理想気体の状態方程式 PV と温度、あ、これはプレッシャー P と体積 V と、温度がこういう関係に PV イコール NRT みたいな、そういうの P と V が T に比例しているという、そういう関係式なんですけど、それにまあ似てるなっていう、そういう感じですね。でまあ、じゃあこの式を見ても、ちょっと実際引くときにどうしたらいいかわからないんで、じゃあ実際に引くときにじゃあどうしたらいいかってこういうのをちょっと処方箋じゃないけど ABC とまとめておきます。まず A、指板より引きたい。指板より引きたいときはどういう時かというと、まあなんか柔らかい音色を出したいなっていう時ですね。だからこれどうしても指板より引きたいという時には、じゃあどうしたら、その時に音が変になった場合に、音が鳴ってないとかギギッと鳴ってるとか、そういう時にはどうしたらいいかというと、まあ、一つの方法としては弓を速く引くようにすると。それが嫌だったら今度は弓圧を小さくするという方法、どっちかをすればいい。今度は B ですね。この弓の圧力を大きくしたい、つまりこれはまあ、大きな音を出したい、強い音を出したいという、そういう時ですね。まあ、弱くし、ここは絶対弱くはしたくないと、強く引きたいと。そういうのがどうしてもあるときには、どうしたらいいかというと、その時にもし、何かの、なんか音が、なんか良くないと、音が出てないとか、ギギッとなる。そういう時には、弓を速く引く。まあ、これが一つの方法で、または、それでもダメなら、駒寄りを引く。まあ、そういう方法がある。次、C は、弓を速く引きたいとき。これはどういうときなのか、ちょっと僕はよくわからないですけど、まあでもそういう時もあるでしょうね。弓早く引きたい時、なんか勢いを出しつけたい時とかかな、よくわからないですけど、まあその時にはこの圧力も大きくしないと音が鳴らない、裏返るみたいな感じになるんじゃないかなと思います。または指板寄りを引けば、まあそういうこともなく、大きな音にしないまま、音を裏返らないようにできるっていうこと、こういうのがある。まあこういう結論かなと今思っています。まあ、この参考動画はこれ書いておきたので、まあ、何なら見てくださいということです。まあちょっと一部は実際に弾いてみて分かったんですけど、ちょっとこの弓圧が低い時に音が不安定で鳴ってないという場合が実験できないですね。なんかこういう場合かな、一番より低い、いいのかな、まあこういう感じですね。まあ、ちょっとやっぱり音をきれいにしたいというのは多分みんなもでしょうけども、特に僕も思っていますので、ちょっとこういうことに気をつけながら今後練習していきたいなと思っています。以上です。